広末涼子、43、と離婚したアーティストのキャンドル・ジュン氏、49が25日、代理人弁護士を通して、声明を発表し、終結を宣言した。その中で、広末の不倫相手で、シェフの鳥羽周作、氏、45、から、謝罪がなかったことを示唆。かねて謝罪を求めていたが、鳥羽氏に根負けした形だ。この声明は、ジュン氏の思いを代弁する形で弁護士が作成したという。声明で、ポイントの一つは、鳥羽氏からジュン氏へ不倫の謝罪があったかどうか、だった。ジュン氏は6月18日に、都内で開いた会見で、鳥羽氏から謝罪がないと明かし、強烈な不満をにじませていた。声明では、ジュン氏としては引き続き鳥羽氏からは謝罪の意思が感じられないという思いを持ち続けていましたと告白した。その上で、鳥羽氏から慰謝料を受け取ったとしても、自らの気持ちが晴れることは一生なく、中略、双方の子供たちのことを最優先するという、最初からの優先を考えると、中略鳥羽氏との問題も早期解決をすべきという考えから、先方からの返答を待つことはせずに、一切の請求をしないと決断しましたとした。鳥羽氏を見切ったかのような表現だった。ジュン氏の弁護士に、ジュン氏は鳥羽氏から謝罪されていないのは事実かと取材したが、回答はなかった。ジュン氏にとって痛手だったのはやはり、過去に女性と不倫し、自身の会社スタッフを殴るなどとしていたと6月に一部で報じられたことだった。会見で好感度が上がりましたが、すねに傷があったことがバレて、鳥羽氏に謝罪を求めても、お前う状態でした。ワイドショー関係者方や鳥羽氏も、ジュン氏に謝罪はしないとの思いで一貫していたようだ。1日には、長野県のレストラン、長野で取材に、彼女、広末も離婚したくて、地味が助けてあげるって感じだったら、別に謝罪する必要ないじゃんと言い切っていた。氏は腹を決めたら、意志は、鉄のように固い。鳥羽さんは、憧れのシェフに、弟子入りを志願して断られ続けても毎日のように、出向いて、弟子入りを叶え、その後もし、F に認めてもらいたくて、下手くそ、作らなくていい、と怒鳴られてもすぐ作り直したのは、業界で有名な話。鉄の意志を曲げず、ジュン氏に謝罪しなかったのは、鳥羽さんらしいと思いました。飲食業界関係者元国民的アイドルをめぐる、三角関係はピリオドが打たれた。今後の焦点は、無期限で謹慎している広末がいつ復帰するか、広末と鳥羽氏は本当に再婚するかに移る。